駅ネットまで飛んでチケットを購入することができます。はい、ワイユー .com ゆきです。ということで、このチャンネルではガジェット面白さを皆さんとね、一緒に楽しみながらね、学んでいこうっていう感じでやってます。ぜひチャンネル登録高評価もよろしくお願いします。今回なんですけど、皆さんアップルのマップって使ってますか？ Google マップ使ってるよっていう方もいると思うんですけど、アップルユーザーの方でもね、アップルのねマップってあんまり使わなかったりする方多いかなと思うんですけど、実はアップルのマップ進化していて、最近だとね、アップルのねマップで行き先をね検索すると、電車のね乗り継ぎとかリスト化されて、行き先もね、電車に乗る時とかもどう乗り換えしたらいいのかっていう風に便利になって、でさらにね、今回から駅ネットっていうね、北陸新幹線とかに対応してるアプリがございまして、北陸新幹線のチケットを駅ネットとね連携することで、よりアップルのマップも便利になったので、今回はねそれのやり方を紹介したいと思います。やってみよう。マップを開きます。開いたらどこからね出発するのか決めます。マップで検索っていうところをタップします。でここで入力します。横須賀、例えばここから出発したとします。はい、横須賀から出発で経路選択で、で目的地ですね、目的地を長岡にします。はい、経路が3つぐらい紹介されるんですけど、でこれが今車の情報なので電車に切り替えます。電車にすると1本に絞られます。今すぐ出発っていうところをタップすると、出発したい日付と時刻をね決めることができます。もちろんね、出発以外にも到着時刻、こちらをね決めることもできます。出発時刻を、13時で適用で、そうすると一覧が出てきます。でこの一番上のにしますね、経路をします。でさらにね、上越新幹線に乗り換えっていうのがあって、でね、まあここで新幹線のマークがあるので、このね経路が出てるところの時刻、ここにリストがあるんですけど、真ん中ら辺タップします。でタップして一番下まで行くと、右端にチケットを入手っていうのがあるから、ここで出発、東京到着、長岡でブラウザーまで飛びます。でそうすると駅ネットまで飛んでチケットを購入することができます。今回はね、アップルのマップの新機能を紹介させていただきました。ぜひ皆さんもアップルのマップ使ってみてください。今回も見ていただきありがとうございました。次回もレッツライド、バイバイ。ありがとうございました。